トマス・ゲージ・サー・トマス・ゲージは、イギリスの将軍である。1763年から1775年まで、特に、アメリカ独立戦争の初期に、北アメリカの最高司令官であった。1719年、サセックス・州ファールで、初代ゲージ子爵の次男として生まれた。1728年、巧妙なウエストメンスタースクールに通い、そこで、ジョン・バーゴイン、リチャード・ハウ、 フランシス・バーナード、よびジョージ・ジャーメインと知り合った。そこを卒業すると、まず少尉で、イギリス軍に入り、続いて1741年1月30日に、ノーザンプトン連隊の注意を購入した。1742年、バッテローの不評連隊に転属され、上級注意となった。1743年には大尉に昇進し、コンテノアの戦いとカロドンミワの戦いで、 アルベマール博、ウィリアム・バン・ケッペルの副官となった。1747年から1748年、ゲイジはオランダでの作戦に従軍し、1758年少佐の位を購入した。1751年3月に、第55不評連隊に転属となり、中佐に昇格した。1754年、ゲイジはアメリカに転属となり、フレンチ・インディアン戦争では、 アメリカのエドワード・ブラドック将軍の遠征に従軍した。この遠征隊には将来の敵となるジョージ・ワシントンやホレイショ・ゲイツも加わっていた。1755年7月、第44連隊の指揮官、ピーター・ハルケット大佐がモノンガヘラの戦いで撃たれて戦死した。ゲイジが連隊の指揮を取り、戦闘中に軽傷を負った。連隊はバラバラになり、 ゲージが取ったまずい野戦戦術で敗北につながったことをブラドックの副官であったロバート・オーム大尉が告発した。オームは翌年その任務から降りたが、オームの告発でゲージは永久に第44連隊の指揮を取れなくなった。マーガレット・ケンブルゲージ戦7 5 6年、ゲージは失敗に終わったモホーク側の遠征に第2指揮官として加わった。 翌年、ノバスコシアのハリファックスの総司令官、ジョン・キャンベルの元に行き、ゲイジは第80連隊の指揮を任され、大佐に昇進した。1758年ゲイジは、タイコンデロガトリでの戦いで、また失敗しきず負った。この損失にもかかわらず、ゲイジは順勝に昇進した。ゲイジは自体へ、地元の者を徴兵する間に、 ニュージャージーのブランズウィック出身のマーガレット・ケンブルと出会った。ケンブルはニューヨーク市長ステファナス・ファン・コートラントの孫であり、ウェストメンスタースクール時代のゲージの友人で、その時はニュージャージー議会に勤めていた者の,の娘であった。二人は1758年に結婚し、1761年に長男ヘンリー・ゲージが生まれた。新将軍となったゲージは、 オールバニー部隊の指揮につき、ジェフリー・アマースト少将に仕えた。1759年、ゲイジは、アマーストの命令で、フランス軍に対する攻撃を行い、ラ・プレゼンタシオン・トリデを攻略し、続いて、モントリオールを占拠するように言われた。ゲイジは、アマーストに反対し、ゲイジの部隊は、ナイアガラ・トリデとオスウエルコ・トリデの援軍に向かい、アマースト自身が、 モントリオール攻撃に向かうよう提案した。ゲイジはアマーストの不快を買い、1760年にアマースト自身がモントリオール攻撃の準備ができるまでオールバニートリでの守備隊に配属された。フランス軍が降伏するとゲイジはモントリオールの総督に指名された。1761年、ゲイジは少々に昇進し、第22連隊の指揮官となった。 1763年8月にアマーストがイギリスに戻るとゲイジはアメリカのイギリス軍主機関となった。イギリスはフランスと停戦したがゲイジは西部辺境で進行していた北米インディアンの反乱に直面することになった。1763年5月オタワ族のポンティアック州長がデトロイトトリデを攻めポンティアック戦争と言われるものの最初の戦いとなった。 ゲイジは外交的に事態を収集しようと考え、ジョン・ブラッド・ストリート大佐とヘンリー・ブーケット大佐に遠征隊を任せ、一方でウィリアム・ジョンソン教に和平交渉を行わせた。ブーケット大佐が1764年10月に名ばかりの急戦にこぎつけた。その時でもゲイジはオタワ族が奪取した9つの砦の中2つしか取り返せなかった。 1765年、ゲイジは、キャベンディッシュトリデを取り返したことで、第42英国陸軍スコットランドコーチ連隊の指揮を取ることになった。ゲイジは、西部、南部、北部の3つの辺境を統括することとなった。同じ年の夏、ゲイジはポンティアックに死者を送るようジョンソンに命じた。この時はまだ紛争が解決していなかったが、ポンティアック自身が、オンタリオトリデまで出向き、 1766年7月にジョンソンと正式に条約に調印した。ゲイジは、返境から軍隊を引き上げ、ニューヨーク市やボストン市のような大都市の防御に向けた。都市に駐在する兵士が増えるにつれて、食料や宿舎の手当が緊急の課題となった。イギリス議会は1765年の宿舎法を可決し、イギリス兵が民間住宅に宿泊することを認めた。 1768年、ゲイジ自身がボストンに出かけて6週間を過ごし、新しい兵士の宿舎の手配をした。ボストンでの軍隊の駐留が結果として1770年のボストン虐殺事件を引き起こすことになった。この年の夏、ゲイジは中将に昇進した。1773年6月、ゲイジは家族を連れてイギリスに戻ったので、 その後の12月に起こったボストン茶会事件の時は現地にいなかった。この紛争の結果、植民地の者たちが登記した茶の葉一枚までも保証できるまでイギリス軍がボストン港を封鎖することになった。当時、マサチューセッツの知事トマス・ハッチンソンは62歳、副知事のアンドリュー・オリバーは67歳であった。ゲイジは50歳大前半であり、軍隊経験も豊富なので、 この危機を乗り切るには自身が最適だと思っていた。1774年5月、ゲイジは文民知事に代わりマサチューセッツの海元司令官に指名された。その地位でゲイジはボストン港封鎖法を実行に移せるものとみなされていた。ゲイジは戦争遂行に必要な物資の応酬を厳格に進めた。1774年9月、ゲイジは マサチューセッツのサマービルで火薬の応酬作業を行った。ゲイジはこの作戦には成功したが、他の捜索は失敗した。このことは、ポールリビアや自由の息子たちの裏工作によっていた。自由の息子たちはこの後もゲイジの行動を注意深く監視し、ゲイジが捜索の手を伸ばす前に先回りして警告を発して回った。自由の息子たちをのさばらせてしまったので、ゲイジは、 内部からも批判された。彼の部下の士官であるヒューパーシーは、将軍の慈悲深さと、恩恵なやり方では奴らを大胆にも、欧兵にもしてしまうと指摘した。ゲイジは、もし軍隊を使えば、かなりの兵士を必要とし、外国の兵を雇わねばならなくなる。少数でやれば、犯行を助長するばかりで脅しにはならない。結局地と金で買わねばならなくなると記した。ゲイジは、 イギリス政府にイギリス人は他のイギリス人を奴隷にするには向いていない民族であると告げて議会との摩擦を作ってしまった。ゲイジは軍政府長官として植民地の政治的な指導者サミュエル・アダムズとジョン・ハンコックを反逆罪で逮捕するよう命じた。ハンコックとアダムズはゲイジの追ってから逃れ歴史トンに隠れた。さらに植民地民兵の大多数が反乱側につき 武器、弾薬などの軍需物資をコンコードに集め始めた。1775年4月18日、ゲイジは、エディート部隊である、敵弾兵中隊から200名の正規兵を集め、ボストンからレキシントンとコンコードに進軍するよう、命じた。レキシントンコンコードの戦いの結果は、イギリス軍の損害273名、アメリカ反逆者の損害95名になった。イギリス軍は民兵を、 街から追い出したが、ボストンに戻る途中で集まっていた、非正規兵に待ち伏せされた。ハンコックとアダムズはこの時も追求を逃れ、戦闘が終わると、ゲイジは、ハンコックとアダムズを例外として、イギリス王室に対する忠誠を表明した者には、恩赦を与えると宣言した。ゲイジは、妻のマーガレットが生まれついての植民知人であり、反逆者たちに同情を抱いているのではないかと、 疑い始めた。マーガレットがゲージの信頼を裏切り、愛国者たちの指導者、ジョセフ・ウォーレンに通じていると信じ込んだゲージは、マーガレットに船でイギリスに戻るよう命じた。歴史ン,ンの後は、アメリカの反逆者たちがイギリス兵をボストンまで押し戻し、町がある半島の付け根を占拠した。これが、ボストン包囲戦の始まりである。当初は、アトマス、ウォード将軍が指揮を取り、 6000名から8000名の反逆者軍が瓶の底に入ったゲージ将軍のイギリス正規兵4000名と向かい合った。サミュエル・グレーブステイトクの率いるイギリス艦隊はボストン港の支配を続けていた。5月25日、ゲージの下に4500名の遠兵と3人の将軍、ウィリアム・ハウ、ジョン・バーゴイン、ヘンリー・クリントン各省省がイギリスから到着した。 ゲイジは三人の将軍たちと包囲軍の囲みを破る作戦を練り始めた。その作戦は水陸両面から強襲してドーチェスター高地にいる植民地軍を追い出すか、あるいは植民地軍の本営のあるケンブリッジを奪うというものだった。この作戦を阻止するために、ウォード将軍はイスラエルパットナム将軍に命じてバンカーヒルを要塞化することにした。6月17日、 ハウ将軍の指揮するイギリス軍がバンカーヒルの戦いの結果チャールズタウン半島を占拠したこの時の目的は達したが半島の付け根は抑えられたままであったので事態を打開するまでには至らなかったゲイジは高価な勝利だこんなことを繰り返したら我々の破滅だと言ったというイギリス軍の損害は大きくこの時から包囲戦は基本的に手詰まりとなった10月10日 ゲイジはイギリス本国から呼び戻された。ハウ少将がゲイジに代わってアメリカのイギリス軍総司令官となった。ゲイジが内閣に提出した報告書では以前からの彼の警告を繰り返している。大軍隊もいつかはその数を減らしてしまう。外国人部隊を雇うことをお勧めする。1776年4月、イギリスのアメリカ植民地担当大臣。 ジョージ・ジャーメインが正式に指揮官をゲージからハウに変えることを決めた。ゲージは1781年に公務に復帰した。アマーストがゲージを指名して軍隊を動員し、フランスからの侵略の可能性に備えた。翌年ゲージは第17軽流機兵連隊を指揮した。ゲージは1782年11月20日に大将に任命され、その後に 第11竜騎兵連隊の指揮を取った。1787年4月2日、ポルトランド島で死去。妻は彼の死後37年間生存した。ゲージの後を継いだトマスゲージは植物学の世界で名を残した。ありがとうございます。